どんなに貧しくてもいつでもできる贈り物。江戸時代の名僧、良寛和尚のお話です。良寛和尚は生涯にわたって寺を持たず、妻子を持たず、物もほとんど持たず、清貧の思想を貫きました。貧しかった良寛和尚は、私の口から出てくる言葉はすべて贈り物でありたいと考えていたそうです。自分は貧しい僧侶であるから、人に贈り物をあげたくてもあげるものがない。だから言葉を贈り物にしよう。自分の口から出てくる言葉は常に温かいもの、人を優しい気持ちにするもの、励ますもの、勇気づけるもの、心を安らげるものでありたいと良寛さんは思っていたそうです。そして良寛和尚はそれを実践しました。どんな時でも、どんなひどいことをされても、良寛和尚の口から出てくる言葉は、そういう珠玉の贈り物だったのです。自分の口から出てくる一瞬一瞬の言葉が、輝きと喜びと安らぎに満ちているとは、その刹那刹那を大事に生きていることに他なりません。そして目の前の人に対してできる限り笑顔で接しているということになります。よく考えてみると、私たちは今目の前にいる人、目の前にあることを大事にするほか、何も大事にすることはできません。昨日会った人も、明日会う予定の人も、今抱きしめることはできないのです。できるのは、今目の前の人を抱きしめること。その人に最大限の自分の笑顔を向けること。私の持っている言葉としての贈り物をあげることだけです。人間の一生というのは一刹那である。お釈迦様が周りの弟子たちに、人間の一生の長さはどのくらいだと思うかと問いかけたことがあります。50年とか70年、120年などと答えた弟子たちに対し、お釈迦様の答えは次のようなものでした。人間の一生というのは刹那刹那、この一刹那の長さだけである。一刹那とは、拍手を一回した中に65刹那入っているくらいの長さだそうです。お釈迦様がそう定義されたということです。この一瞬一瞬が人生の長さだそうです。お釈迦様の言われたこの刹那は、後に刹那主義という言葉を生みました。辞典で意味を調べると、今が良ければ
あとはどうなっても良いと思うこと、と載っています。しかし、本当の刹那主義とは、お釈迦様が最初に唱えた刹那を生きることです。今、この刹那を大事にしないで、私たちはいつどこで誰を大事にするのでしょうか。今、目の前にいる人を最大限に大事にする。